はい、みなさんこんにちは。今日はね、地元永源寺のコミュニティセンターに寄せていただきました。菊屋調剤薬局。薬は説明あってこそ服用できます。菊屋調剤薬局は滋賀県民の健康に奉仕いたします。今日ですね、第2回のロビーコンサートがございます。それもですね、取材させていただく前に、コミュニティセンターのですね、館長さんをご紹介したいと思います。はい、館長、はい、はじめまして。こんにちは、園芸コミュニティセンター館長の山田十三です。どうぞよろしくお願いします。はいね、いつもいつものちょこちょことね、お顔を拝見してるわけでございますけどもですね、はい、今日はねロビーコンサートということでね、はい、お聞きしておったんですけども、はい、普通はこのロビーでね、はい、非常にこう、まあ、音響的にも、はい、非常にいいもので第1回はですね、私ね、はい、ホットコンサートさせてもらったわけでございますけどね、はい、今日は第2回ということで、はい、よっこさんをね、はい、お招きして、場所をもみじホールの方にね、はい、移して大々的にやろうということでございますよね。はい、もともとロビーコンサートを企画されたのはこちらの方に旧のコミセンからね、ね、はい、移って、はい、真なしの頃ですね。そうです、はいはい、もうこれ何年になります？このね建物自体はもう平成6年ですから20年建てるんですけども、はいはいはい、でまあ、ここは産業会館、産業会館といって、ね、はい、産業、まあ、農協とか郵船とか入ってたんですけどね、うん、はいはいはい、で今回コミュニティセンターがこっちに移動しまして、なるほど、なんとか利用しようということで開業しました。なるほどね、はい、そんな中でやっぱりこう地元の人ね、はい、町内の人ができるだけたくさんの方ね集まって、まあ、集っていただきたいということで、聞いたところによりますと、私前リポートさせていただきました、はい、縁側喫茶もここのなんか3階に、はい、そうです、ね、でね、はい、今はもう3階やったんですけど、うん、2階を非常に良いところがあるんで、今もうベースにしてやっておられます、はい、非常に喜んでおられますので、はい、いいことですね、うん、そういうことで、まあ、いろんな方がね、はい、こう少しでもこう足に運べるようにということで、はいはい、ロビーコンサートを企画されたありがとうございます、いうことでございますね。非常にこういい場所なんで、うん、ちょっと響きますけどね、はい、こう場所的にも良いところなんで、ぜひとも計画していきたいなと思ってますので。そうですね、はい、もう本当に、前回やったのはね確か去年の夏ぐらいだったと思うんですけども、はい、今後の計画としてはどれくらいの頻度でお考えでございますか？まだね、まだ詳しい具体的にないんですけども、なるほど、まあ、できたらね3回ぐらいはやっていきたいなと、ね、ええ、まあ、うん、冬場はねどうしてもちょっと寒いんで、そうですね、まあ、春から秋にかけ て、ね、春夏秋ぐらいによろしいですね、計画したいなと思ってます。なるほど、はい、ね、ミュージシャンのね、方もあちこちにいらっしゃいますから、はい、ぜひですね、はい、コミセンのですね、はい、連絡いただきましてね、はい、そんなロビーコンサートだったらぜひ出てみたいなという方もね、ぜひまた申し込んでいただきたいと思います、ね、はい、募集しておりますので、はい、ありがとうございます。今回もチラシの中にね、はい、ロビーコンサート出演者募集のね、はい、お話もございますので、はい、わかりました、できるだけ皆さんでね、はい、盛り上げていただきたいと、はい、どうぞ了承いただきたいと思います。ありがとうございます。はい、まあ、そんなことで、まず山田館長にね、はい、お話をお聞きいたしました。ありがとうございます。どうぞお許しください。はい。菊屋調剤薬局。薬は説明あってこそ服用できます。菊屋調剤薬局は滋賀県民の健康に奉仕いたします。はい、それでですね、今日はですね、第2回ロビーコンサート。普通こちらでやりますけども、ちょっと寒いものでもみじホールに移って、皆さんに模様をお知らせしたいと思います。そしてまた第1回の、ね、ロビーコンサートの模様も皆さんにお届けしたいと思います。皆さんこんにちは、ありがとうございます。ただいまご紹介いただきましたよっこと申します。今日は皆さんと一緒に楽しい時間を過ごしたいと思っておりますので、最後までどうぞよろしくお願いいたします。さあ次 B は親指だけ出してくね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 、 B ですね、はい。さあ大間さんは人差し指でパカパカと手綱を作ります。はい、馬で、羊さんはくるんと、はい、角で羊というふうになります。
さあ、猿さんはポリ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 っと、飲み鳥ですかね、これは猿さんですね。はい、鳥さんはトサカを作って鳥さんでした。はい、犬はぴょこぴょこと耳を折ってワンちゃんです。はい、そしてイノシシは前に牙を出してイノシシです。はい、これで12個いきました。さあ、ネズミに騙された、入れなかった猫ちゃんはと言いますとですね、猫ちゃんはこうやって顔を洗うような仕草、これで猫ちゃん、猫という手話になっておりますよ。はい、知らず知らず
今日は永源寺コミュニティセンターへお伺いいたしました。永源寺コミュニティセンターではロビーコンサートをですね、これで今日で2回目かな、行われております。ロビーコンサートはいつもこう入って、
ちょうど階段の下あたりですね。非常にも音響効果がいいということで、昨年度から開催されております、第1回目の模様と今日はよっこさんの手話コンサート、その模様をですねお届けいたしました。なおコミュニティセンターではロビーコンサートに出演される方を募集させていただいております。詳しくは永源寺コミュニティセンターまでご連絡をお待ちしております。それじゃあさよなら。